これどこまで降りちゃう？降ろしてみた。ちょうど手前のとこで落ちてくんないかな。ちょっとここ柱が重ねすぎか。なんだこれ。どっちがこれ。いらない気がする。これ取ったら大丈夫かこれ。うわ、オッケー。いいんでない？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 ちょっとこっちも物を試して下ろしてみるか。隣に柱があるからあんまり。はい、うちで。ああ、いけるのはいけるのか。いや、待って待って待って。そうか、あーいい角度だな、いい角度だね。そのまま利用しちゃおうか。そうしてこうしよう。で、このまま下ろすと。おし、来た。ちゃう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 。いいんじゃない？そうすれば、今ここにある柱が使えるから。先のところで埋まってくんないかな。さあどうする？一旦。そういうことできる？これで支えてる。で、こう。こう。おっしゃ。こいつらは、ああ、で、子供を晴れると、オッケー。で、試してみるか。ここを離したら。よし、支えてる。オッケー。いいよ。じゃあこいつらはもういらない。いいとこで設置できたね、これは。で、ちょっと待ってよ。
多分だけど、これを伸ばしていけば、俺の予想だと、伸びる、よしよしよし、オッケーオッケー、いいよ。床ね、床床。よーし、とりあえずまあ一旦ここまで持ってきとくか。うーん、支えとく、支えとこうか。これでいいね、このクロスした感じ。うん、オッケーオッケー。それじゃあこの柱も完成っちゃ完成だからな。これも取り除いちゃう。多分俺の予想だと、うえ、そういう感じで壊れちゃう。あ、え、全部いっちゃった？あ、全部いっちゃったか。どうしたらいい？え、これはできるのに。最終的にこの柱を取り除きたいんですよね。ここの。この柱とこの柱。こっちを支えて、これね。この2本は取り外したいんですよ。このあからさまにこの下まで下ろしてますよってやつはぶち壊して、ちゃんと、綺麗に柱が通ってるように見せたいんで、もう一回。ちょっと作っていくか。多分何かしらで柱に対しての接続をさせちゃったから、今これは多分取っても大丈夫なんだよ。そうで、これで全部壊してってもう大丈夫なんですけど、多分さっきここに設置してた、ここにくっついてたこの柱に対して何かをくっつけてたんですね。多分この柱に対して何かをくっつけてたから、そのくっついてた何かから全部こう連鎖して壊れてったって感じなので、この柱に対して何もくっつけてない状態で建築していけば、もう一回多分この柱を全部壊してもちゃんと、綺麗に残るんですよ。多分それはどこかのタイミングでちゃんと気をつけながら建築していかないと、こういうちょっと凝った建築をしようとすると、どことどこがちゃんと、どことどこが接続してるっていうのを理解しながら建築していかないといけなくなっちゃうんで、多分これでまだ大丈夫でしょ。うん、でこれでバーって壊していっても、この端だけが残ると。でも今はまだこれを残しておかないと設置ができないので、端が完成したらこれを取り除くと。多分だからこの橋の上にあるこの柱ですね。この柱を設置する際に多分接続を間違ったんでしょうね、僕は。待って、それがくっついてたもん。どういうこと、よくわからん。
おっと急に。もう一回こうやってれば。OK。最初からやり直すか。それじゃあ、ちょっと待ってよ。この辺まで全部、ブワーってぶっ壊して、ブワーってぶっ壊して、この下も、こう。こう。あ、これいいんじゃない？これでもう一回上から、下ろしていくか。ね。